はい、メダカ族どうやついつもご視聴誠にありがとうございます。いよいよ明日3月12日境港市の夢港タワーにてメダカ族とわちゃわちゃというねメダカイベントが小規模ながらあるんですけど、はい、そこにしんちゃんメダカでおなじみのしんちゃんがね出展いたします。そのね出展する時のそのどういうメダカを持って来るのかっていうねメダカの説明となんか動画ね送ってきてますんで、それをちょっと編集しまして、はい、つなげまして今回お届けいたします。いいですか。じゃあこんなメダカでした。どうもしんちゃんメダカです。今回は鳥取県の夢港タワーでメダカ族さんのイベントがあるので、それに出す品種をちょっと紹介しようかなと思いまして撮影してみます。こちらはですね三色ラメのヒレナガですね。三色がですね結構なかなか出にくくて白縁っぽくなったりするんですけど、今回は三色を持っていこうかなと思ってます。こちらがですね多分しんちゃん的には白縁とこの赤縁ちゃんをかけるといい感じの色が出るんじゃないかなと思いまして、このセットにしてみました。いかがでしょうか。ぜひぜひ三色ラメヒレナガ買うてみてはいかがでしょうか。はい、続きまして輪行の紅白ですね。やっぱ定番ですよね、こういうの綺麗なんすよね。輪行紅白これがねなかなかねなんでか知らんのですけど、うちオスがなかなか出らんくて、でちょっとメスが多めなんですけど、今回ちゃんとオスとワンペアプラス1でメスが2匹ですかね、それで出していこうかなと思っております。どうでしょうか。輪行紅白綺麗ですよね。ぜひぜひ買いに買うて見に来たってください。はい、3品目ですね。紅白のラメだるまですね。紅白ラメだるま、これがねもうすでに産卵もしててねいいんですよ、かわいいんですよ。紅白ラメのだるまちゃんですが、子供たちもねほぼだるまで、紅白もほぼ出てるという、なんとも素晴らしい答えになっております。だるま好きにはたまらないと思うので、ぜひぜひ購入してみてはいかがでしょうか。こちらがですね皇帝のリアルロングフィンですね。ちょっと上からの撮影になっているのですが、こちらがですねまた素晴らしく伸びて、素晴らしく赤くていい個体なんですよ。赤さはね、赤さはいいと思います。とにかく赤さが大事ということでね、どん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 赤くしていったらこんな感じになってしまいました。なってしまいました、赤くなりました。こちらで4品種目になりますが、いかがだったでしょうか。三色ラメ、輪行紅白、紅白のだるまのラメ、皇帝のリアルロングフィン、いろんな個体がいますが、他にもまだね10種類ぐらい、20はいかないですが14、15種類ぐらいは販売しようかなと思っております。しんちゃんのところはね1種類1セットぐらいしか出せないので、ぜひぜひ早めにしんちゃんのところへ来たってください。はい、もう一つお知らせですね。夢港タワーで、鳥取県の夢港タワーで販売、しんちゃんが出る時だけ限定でしんちゃんメダカのストラップを販売しようかなと思っております。銀版と金版ですね。もし欲しい方がいましたら、
しーちゃんのブースにね見に来てもらえるとね嬉しいかなって思います。もしねよろしければしーちゃんメダカのストラップをね、しーちゃんとペアでね購入してみてはいかがでしょうか。ちなみにしーちゃんはね今銀盤の方つけてます。もしよろしければぜひぜひ見に来たってください。それでは鳥取のね夢港タワーお待ちしております。しーちゃんメダカでした。はい、どうだったでしょうか。しーちゃんなんかリアルロングフィンとか密かに持ってました。10種類ぐらい持ってくるということです。皆さんぜひしんちゃんメダカのねブースで全部買っていってください。多分お手頃な価格だと思いますんで、はい。で私はこのタモをね中心に販売しますんで、あとミジンコとかねメダカも少々持っていきます。納得のできるねメダカをね一応こう選んで持っていきますんで、はい、皆さんどしどしご来場ください。じゃあこの辺でドロンします。メダカ族ドエシタピヨヨイノシシカレー予約しとこう。